レアルが認めた天才日本人少年。マジでうまかった。すごくてくさ。いやほんまに天才やん。うますぎる。ボールの上に乗って止めるのやばない。久保越えか。セグウェイドリブルしそうな雰囲気あったな。斧みたい。これ J リーグのやつにやらせても1割できるかってところやね。いやこれ素人の Y が見てもうまいわ。ボールに乗るやつはフェイク動画と言われても納得するレベル。マルセロみたい。こういう才能ある子供は早いうちから海外で英語かスペイン語を覚えながら戦術学ぶべきなんよね。問題はフィジカルよな。身長もある程度欲しいし、足の速さも。これが揃ったらスターになれる。走りながら止めないと意味ないで。何がすごいのかさっぱりわからんわ。こんな棒立ちでボール飛んでくるの待ってていいの？止めた瞬間にボール奪えそうやけど。お前がわからなくてもマドリーはわかったんや。こういう足元とボールの空間把握能力って才能だよな。努力じゃ限界ある。素直にうまい。でもここから先は別の要素も必要になるから温かく見守ります。